おはようございます、今日の話は名言の知恵という高田明和さんの本の中から、人に遅れをとっても大丈夫という話です。疲れた人はしばらく道端の草に腰を下ろして行く人を眺めればよい。人は決して相当遠くへ行く前、ツルゲーネフ。私たちは仲間に遅れを取った場合、非常に不安になります。取り残されたという意識に苦しみます。しかし仲間は実はそんなに先に行ってはいないのだというのがツルゲーネフの教えです。受験に失敗した場合がそうです。現役で進学した同級生たちが大学生活のことを楽しげに話すのを聞くと、もう追いつけないのではないかという焦りにとらわれます。しかし翌年入学してみると、浪人と現役はさほど区別なく、受験に失敗したことは長い目で見れば重大事ではないと思うようになります。ツルゲーネフの言葉は、休んでもいいから焦るな、先のことはわからないのだから自分のなすべきことに専念せよという意味にもなると思います。それだけではありません。先頭を走ること、強く有能なことは危険でもあります。中国に直木はまず切られ、完成はまずつまずくということわざがあります。まっすぐに伸びた木は良い木材になるので最初に刈られてしまう。そしておいしい水の出る井戸は真っ先に飲み尽くされてしまうという意味です。つまりトップを走っているとかえって危険だという教えです。人間万事作用が馬という有名な言葉があります。昔中国の国境に、沖縄が住んでいてですね、ある日飼っていた馬が国境を越えて逃げた。しかし沖縄は幸せのもとかもしれないと悲しみませんでした。果たして馬は何頭もの両馬を連れて戻ってきた。しかし沖縄は不幸のもとかもしれないと喜ばなかった。果たして息子が落馬をして足に大怪我をした。しかし沖縄は幸せのもとかもしれないと悲しみませんでした。果たして国境を越えて異民族が攻め込んできた時、息子は足が不自由だったので徴兵を免れた。つまり人生では何が起こるのか分からず、幸と不幸はたやすく入れ替わるという話です。人生においては先を走っていた人がいつの間にか後ろにいたという場合が少なくないです。後ろにいた人が逆にですね、知らないうちに先頭に立っていたという場合もあります。いわゆる家福はあざなえる縄のごとしであり、苦は楽の種、楽は苦の種という話です。じゃあ今日はこれで終わり。